皆さんこんにちは。今のここにですね、このおっとっと、この リベラル&デモクラチックっていうものがあるんですけども、今日はこれを読みながら感想を述べさせていただきたいと思います。まず最初に着目するのは、このリベラルなこのアテナラベルですね。アテナラベルに何が書いてあるかっていうと、宮城県仙台市青葉区上谷市中上信久ってこう、あっちが書いてあって、私に配達されたものなんですけども、このアテナラベルの反対側は、どこから来たかっていうと、東京都千代田区永田町国民民主党東京都支部連合会から来てる郵便なんですけども、これと同じものが、不動産の家にも来てるんですけども、不動産の場合やっぱりこの宛先のところは宮城県仙台市青葉区なんちゃらかんちゃらって、こっちの不動産の場合は差出人のところが自由民主党宮城県支部連合会から来てるんですね。から来てて、工藤さんのところには宮城県支部連合会から来て、あ、こっちは東京都支部連合会から来てるんですけど、中身は全く一緒なんですけども、ただ出してるところが違うんで、それはまた面白い話ですね。で、次に着目する点は、これ令和6年2024年3月26日発行で、毎週火曜日発行って書いてあるんですけども、これ私のところに毎週来るわけじゃなくて、たまに来るんですけども、これは やっぱりその自民党にちょっと大きなトピックがあった時に来るっていうことですね。で、今回そのあれですね、自民党の党大会があったから来たっていうことですね。自民党の大きな行事として、で、共産党の中島蓮さんのフェイスブックを見ると、共産党の党大会に出席するために東京に行ってきましたってことがそのフェイスブックに書いてあるんですけども、維新の会の早坂篤さんのフェイスブックを見ると、維新の会の党大会に出席するために京都に行ってきましたっていうことが書いてあるんですね。で、自民党の党大会は、都内のホテルで開催されましたって書いてあるんですね。で、維新の党以外は政党の本部って大体東京にあるんですけども、国会議事堂もあといろんな監督官庁とかもみんな東京にあるでしょうから、議員の皆さんは自分の地元とその東京行ったり来たりしてるような感じになると思うんですけども、維新の会の政治家の方だけ維新の会だけ党本部がその大阪にあるので、維新の政治家の方は自分の地元と東京と関西の方行かなきゃいけないんで、維新の会の方は大変なんですよね。でも維新の会は大阪に本部があるからこそ、例えば仙台でも県庁所在地と政令指定都市がその重複する政策をして、税金の無駄遣いなんじゃないかとか、大阪都構想のコンセプトで、おお落ちた税金のね、そういう維新の政策が言えるので、維新の
会の政治家の方はちょっと大変ですけども、大阪まで行かないといけないですね。維新はそのやっぱ大阪に本部がないといけないですね。それではこれ開けて中身の方について語っていきますね。で、やっぱりあの自民党今裏金のことですごく大変なんで、この党大会もですね、一連の政治資金の問題で国民からの疑念がある中、党大会では党則改正等が行われ、信頼回復に向けて深い反省に立ち政治刷新を実現する決意が共有されました。まあ、とにかく例えばその共産党とかも他の赤旗とかそういうあれでもその自民党に対する非常に厳しい非難というか裏金問題ですごく言われているわけですけども、本当に自民党はすごく大変な状態で、いや本当に大変ですよね。すごく大変ですね。もう大変ですね。本当に大変、大変としか言いようがないですね。もう何て言ったらいいか、ちょっと今何て言ったらいいか。で、そうですね。信頼回復、すごくいろいろいっぱい書いてあるんですね。で、これじゃ、自民党のこういう出してるものじゃなくて、例えば普通の新聞とかニュースだと、岸田首相は、なんていうか、演説した内容を抜粋して書いてあるんですけども、一般的なニュースで言われてるのは、この、岸田首相が、ここでは自民党のあれは総裁ということですけども、演説した長い内容の中のタイトルの部分だけ抜粋したような感じなので、とにかく自民党がすごく大変な状態なので、岸田総裁はすごくたくさんすごくこと細かくどうするかっていう風になってるんで、興味ある方はその自民党の方を検索していただくなどしていただくと、ホームページに詳しく掲載しておりますというのも書いてありますので、党大会特設サイトの方で見ていただくとよろしいかと思うんですけど、とにかく大変な状態ですね。大変、本当に大変ですね。だからこの、他の、野党とかその言ってるのもすごくすごい厳しいことが書かれてますけど、本当にもう自民党自身かなり大変な状態ですね。で、来賓挨拶として公明党山口那津男代表がとか経団連会長とか来たらしいですね。で、でそうですね、とにかく全体的に、もう今回は党大会で、とにかく自民党が裏金問題で大変だっていうことがほとんどなんですけど、ちょっとだけ小さく他の、自民党青年局が台湾パラオ国会議員との交流会を開催とか、そういうちょっとした活動も、ちょっとしたってわけじゃないですけど、そういう通常営業の活動も今やってあることが書いてあるんですけど、やっぱりこの記事の中であれですね、裏金でのあれでなんとかこの厳しい状況から回復することがとにかく頑張ってるところですね。
青年局が台湾パラオ国会議員との交流会を開催で、ここにあの写真であの日本の国旗とパラオの国旗と台湾の国旗があの書いてある写真があるんですけど、まあ、まあ言うまでもなく、まあ、皆さんご存知の方多いと思いますけど、まあ、パラオの国旗っていうのは日本の国旗とほぼ同じデザインで、あの色の組み合わせがウクライナみたいな青と黄色になってるっていうぐらいな違いで、あの丸が書いてあるんで日本の国旗にかなり似てるデザインの国旗ですね。で台湾の国旗は、まあ、全般的に赤なんですけど、あの左上の方にちょっと青空があって太陽が出てる国旗ですね。だからなんかあの日本もその日の丸ってことで太陽なんですけども、台湾の国旗も太陽が書いてあって、であれですね、あの全般的に赤い旗なんで、あの中国の国旗も赤ですけど、中国の場合あの星が書いてあるんですけども、台湾の場合その星じゃなくて代わりに太陽が書いてあるわけなんですよね。であとこの赤でその左上に青があるんで、なんとなくアメリカの国旗にも台湾の国旗って似てるような感じなんですけども、まあ、アメリカもその星が書いてあるんですけども、その部分が台湾は太陽がついてるんで、なんかその日本は日の丸の国旗なんで、なんかあのなんか仲間っていうか、なんかいい、まあまあなんかそんな印象ですね。でやっぱりまあちょっと話はそれましたけども、そうですね、全国幹事長会議政治刷新車座対話全国で開催へ、で党大会に先立ち党本部で開催されたとか書いてあって、やっぱりここでも政治資金をめぐる問題で国民にすごい不信を招いている。あとはその政治 あの青年部青年局女性局合同全国大会を開催、これもそうですね、あの政治の信頼回復を最優先課題とする、まあ、とにかくあの自民党はその裏金問題で非常に大変なことになっているので、なんとかしてあの立て直しを図りたいって頑張っているところみたいですね。で、まあ、あの来賓挨拶で山口那津男公明党代表があの出席されているんですけども、あの、まあ、世の中であのあれですね、例えば今自民党がすごくやっぱ悪い状態だから、もともと自民党好きなんだけども、今回ばっかりはちょっとあの今回ばっかりはちょっとあの一回他の党に投票してみようかなとかっつって、あのまあ立憲民主党に投票する人も今まで自民党に投票してて、あの立憲民主党に投票しようかなとかって思う人もいるかもしれないんですけども、例えばあの今ここに自民党の党大会に来賓としてその公明党の山口代表が来てるように、あの公明党ってのはいつもよくあの与党っていうか、まあ、与党っていうかあれですよね、あの自民党と一緒に、まあ、ほとんどの政策であの自民党と同じ賛成反対だとその自民党と同じように行動する場合が多いんで、まあ、自民党の子会社みたいな感じになってると思うんですけども、あのじゃあ、自民党が嫌だからじゃあ他の政党に投票するとして、その立憲民主党に投票したらいいかっていうと、いや私としてはその立憲民主党も自民党の子会社みたいなものだと思うんですね。っていうのは何かというと、ここのあれですね、書いてあるので、賃上げへ新たな官民連携をっ
ていう記事があるんですね、こう一面のところに。で、あれですね、なんだっけ、デフレ完全脱却の正念場を迎えている日本の経済、脱デフレの鍵となるのは官民を挙げた賃上げの実現です。岸田総理は政労使の意見交換等を通じて新たな官民連携で賃上げをっていう感じで、あれですね、労働組合のその連合の代表が立憲民主党とかそういう他の野党となんか話しするにあたって、なんか共産党だけとは組みたくないみたいな感じのことをよく言ってると思うんですけども、例えばある会社が例えば自民党に政治献金をして、でそれで自分の会社に利権を得たいと思って自民党に政治献金するとするじゃないですか。それで次の時に今回自民党がその裏金をすごく悪いからっつって自民党が支持を失って、じゃあ立憲民主党に投票しようと思って、仮にその立憲民主党が与党になるとしますよね。そうした場合その同じ会社の労働組合がその連合とかを通じてやっぱ立憲民主党とも付き合いがある感じになりますので、例えば会社が自民党に政治献金をして利権をもらってたとして、今度政権交代が行われて立憲民主党が与党になった場合、同じ会社の労働組合が立憲民主党に献金してて、今度また立憲民主党の方で同じ会社に利権がもたらされるっていうことになるので、結局立憲民主党になっても政策がほとんど変わらないということになってくるんですね。それは実際に証明されたのが悪夢の民主党政権の時に自民党から当時立憲民主党じゃなくて民主党だったんですけども、結局はほぼ同じメンバーで中身になってると思うんで同じと考えて差し支えないと思うんですけども、政権交代があって画期的に変わるかと思ったら、結局消費税増税はするし大井原発再稼働はするし、大して変わらそんなあれですよね、結局は悪夢の民主党政権だったわけですね。ですから例えるなら今はないですけど、昔ほら日本アジア航空っていう航空会社があったんですけども、それは日本航空の子会社で今は日本航空に吸収されてなくなっちゃったんですけども、結局自民党と立憲民主党の関係っていうのは建前上別の組織にしておく必要があるんだけども、実態は同じだっていう感じなんですね。ですからもし今回裏金の問題で自民党が嫌だから違う政党に入れたいなって思うとしたら、維新の会かそれか令和新選組か NHK 党に入れた方がいいと思うんですよね。で新選組の人たちは維新の会に入れるぐらいだったら自民党の方がまだいいあれですね、維新の会に入れるのは自民党に入れるより悪いとかって激しく非難してて、でやっぱ維新の会もその令和新選組とはその対照的な政策をするわけですよね。
だから今私が新選組か維新に入れた方がいいっていうと、なんかどっちなんだよっていうふうに思われる方もいらっしゃると思うんですけども、でもそれはそれで人それぞれ考えはあるかと思いますけど、新選組と維新の会はその慣れ合いじゃなくてそのガチで取り組んでる姿勢がいいと思うんで、あれですね、自民党が嫌だから立憲民主党に入れようかなって思うのはそれはちょっとあんまり意味がないんで、今回ばかりはちょっと違う党に入れようかなって思うんだったら新選組か維新か NHK 党がいいと思いますね。で共産党もその、まあ、立憲民主党とはまた違いますけども、野党共闘とかやってるんでちょっと微妙かなとも思うんで、維新か新選組か NHK 党がいいですね。で NHK 党ってなんかいろいろもう今活動してるのかどうか分かんないですけども、でもあれですね、立憲民主党とかよ、よりはやっぱその維新と新選組と NHK 党が私はいいと思いますね。で、あとはそう、あれですね、党大会、必ず変える、必ず変わる、深い反省を共有。よ。あれですね。まあ、とにかく、まあ、どっから手をつけていいのかわかんないですけど、とにかく裏金問題はその大変なことで、あれですね、今までもこんなに大変なことはあったでしょうかっていうぐらい大変な内容な記事ですね。本当に今本当自民党本当に大変な状態で、で百田尚樹さんの小説で海賊と呼ばれた男ってあったと思うんですけど、なんかその小説に出てきたその海賊と呼ばれた男の主人公の人が、おっと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 、主人公の人が働いてた会社が潰れそうになった場面ありましたけども、今の自民党ってそのぐらいすごい大変だと思うんですよね。海賊と呼ばれる男ってすごく百田尚樹さんの原作の小説ですごい面白い話だと思うんですけど、私なんか字を見るとめまいしてくるんで小説って読まないんですけども、海賊と呼ばれた男は漫画と映画で見たんですけども、字を見るとすごくめまいしてくるんで、今回もこのリベラルデモクラティック、リベラルデモクラティックにはとにかく裏金問題で大変だっていうことはすごく書いてあるんですけど、もう全部いちいちこう見てるとめまいしてきて、どっから読んだらいいんだかっていう、もうそれほど自民党は大変な状態ですね。でその海賊と呼ばれた男でその会社が潰れそうな場面ぐらいすごく悲壮感漂う内容のリベラルデモクラティックでしたけども、
本当に海賊と呼ばれた男の映画面白かったです。映画って本当に面白いですね。それではまたお会いいたしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。